にちは、ミニマリストユニアンとトイプードルのジャスミンです。本日はですね、私がふるさと納税で買ったもの紹介という形でお話ししたいと思います。以前ですね、ふるさと納税の仕組みの詳細についてですね、動画出しまして非常に好評でした。もう13年間やっているふるさと納税の制度ですね、使っていないと非常に損をしてしまいますよ、ぜひやりましょうという形でふるさと納税今年からチャレンジされた方たくさんいらっしゃいました。本日はですね、私が普段ふるさと納税で頼んでるもの、今年買ってこんなもの来たよ、良かったよ、いまいちだったよとかっていうのを紹介していきたいと思います。ふるさと納税は年内に申し込みしておけば間に合いますので、まだこれからやろうかなと思ってる方、駆け込みでねやる方の参考になればと思います。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が、皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。またいつもコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。本日はふるさと納税の話ですので、こんなもの頼んでよかったよとか、そういうのをですね書き込みしていただけると皆さんの参考になるので、ぜひよろしくお願いします。それでは本題いってみましょう。はい、というわけですね、ふるさと納税のお話なんですけど、ふるさと納税の詳しい仕組みについてはですね、こちらの動画を参考にしていただければと思います。簡単に言うとですね、税金を前払いすることによってですね、その払った分のお金っていうのは翌年の住民税からちゃんと減らされるんですけど、その払ったお金の 30% 分を返礼品という形でいろんな商品をもらうことができます。なのでまずここで 30% お得と。一応自己負担2000円あるんですけれども、それよりもまあ大体寄付して戻ってきた返礼品の方がお得だし、あとは楽天のセールとかそういったものを活用することによってポイントがですね結構たくさんもらえます。楽天のスーパーセールとか活用して、楽天経済圏で楽天 SPU をね上げていればですね、もう最大1割2割のですねポイントがバックしてきます。10万円例えば寄付できる人がですね、10万円寄付すると楽天のポイントで例えば2万円戻ってきて、あとは返礼品のもので3割なんで3万円分戻ってきてという形で、5万円分ぐらい戻ってくるからもう元の2000円っていうのは全然関係なくなっちゃいますよっていう、とってもねお得な制度でした。なのでですね、このふるさと納税使ってる人が非常に多いんですよね。ですので本日はですね、そのふるさと納税がですね、どういったものか、商品が私は普段買ってるのか、良かったのか悪かったのかっていうのを商品紹介の方をしたいと思います。まあ、ふるさと納税これからやろうと思ってる方の参考になればいいですし、特に一人暮らしとかそういう方がですねどういう風にふるさと納税やるのかって結構ね困ったりしますので、参考にしてもらえればと思います。私がですね、普段買ってるものっていうのは、実はこの楽天ルームっていうところに全部載っけてるんですよね。いつも概要欄に私が持ってるものっていうのを載せてるんですけど、この楽天ルーム見ていくと分かるようになっていますので、まあ、ぜひそれ見ながらね、聞いていただいてもいいかなと思います。で、ここでふるさと納税買ったものもね、毎年載っけてるので、去年とか今年、一昨年のあたりに買ったものを紹介していきたいなと思います。で、最新で買ったものから紹介しますね。まず今年のふるさと納税で頼んだものですね、こちらのみかんを頼みました。みかんね、冬いいですよね。うち冷蔵庫がないんですけど、キッチン分かれているので、キッチンめっちゃ寒いんですよ。なのでそこでみかんだったらしばらく置いておけるかなと思って買いました。まあ、結果全然ね、みかん傷まず長期間2週間ぐらい保管できているので良かったかなと思います。でみかんを頼む人結構多いんですけど、ポイントが結構ありまして、まず一つ目はですね、値段がたくさん種類があるんですけど、結構ね安いものでも量が来てしまいます。なのでみかんを頼む場合はですね、高くても5000円のふるさと納税分までのやつにした方がいいです。1万円とかのやつ頼むとすごい量来ちゃうと思うんですよね。基本5000円でも箱でねやっていきますので、みかんねほんとねずっと食べなきゃいけないことになっちゃいますので、安くて少ないやつの方がいいかなと思います。私は5000円で 5kg の和歌山産みかんを頼みました。で結果ですね、あんまり甘くなかったので、なんか味はまあまあかなっていう感じです。ただですね、美味しくないってことは全然ないです。さっぱりめって感じですね。でサイズが結構大きいものが来ました。まあ、そういったところがね、来てみないと分かんないっていうところはありますね。で割とまだそんなに熟してないものが多かったので、長期間保証できるから良かったかなと。結構もう熟々で甘みがあって美味しいものだと、もう届いた時に結構九州とかから来たりするので、少し傷んでるものがありますよとかっていう場合もレビューとかではね見受けられたりしますので、なのでその値段と量とその味とかその熟々度みたいなところは気をつけるポイントになっています。で次に頼んだのはリンゴジュースですね。これはまだ来てないんですよね。来るの待ちになってます。結構ね時間かかる
かってます。ふるさと納税ね、そんな感じで頼んでから来るのに何ヶ月もかかるっていうことがたまにあります。早いと数週間で来るんですけど、時間かかる場合はほんと何ヶ月も待つってことがあります。で、このリンゴジュースもですね、常温で保存できて種類が4つ飲み比べっていうものだったので、こちらを注文しました。寒い時期にね来ないと、うち冷蔵庫ないと困っちゃうんで、早めに来てほしいなと思います。1リットルが6本で1万円のやつですね。まあ、こういったジュース関係もですね人気です。ふるさと納税ね、フルーツが一番人気で、シャインマスカットとか人気なので、冷蔵庫ある方はぜひそういうのをしていただければなと思いますし、結構ね大量に来てしまうので、寄付金額に余裕がある方は定期便とかにした方が1回あたりの量が少なくていいかなと思います。で、例えば3万円寄付しようと思って3万円分のフルーツ頼むとものすごい量来ちゃうんですよ。でもですね、それを定期便にしてあげれば3回に分けるとかっていう風にできますので、それはおすすめになっています。で、あと頼んだのが花セレブですね。これティッシュペーパーを頼みました。ちょうど家にティッシュペーパーがもうなくなっちゃったので、こちら注文しました。私花粉症がめっちゃひどいんですよ。ほんとね、もう小学校3年生ぐらいからひどいんですけど、花粉の時期鼻のところがもう真っ赤になってすごく痛くなってしまうので頼みました。頼んだのはいいんですけど、これ30箱って書いてあって、そんなにかさばんないかなと思ったらでかいんですよね。ここに今ありますけど、花セレブってめっちゃねこれでかいんですよ。なのでこれがでかすぎて、これが30個あるから、今後ろのここのクローゼットの中花セレブだらけになってますね。なんでティッシュペーパーとかトイレットペーパーとか頼む時の注意点としては、めっちゃ来るってことですね。私は物が普段少ないから置くところはいくらでもね逆にあるんでいいんですけど、置くところがない人だと、そのティッシュペーパートイレットペーパー頼むとものすごい量来ちゃうので気をつけた方がいいです。これ今後ろのクローゼットの下の方は、これ写真載っけておきますけど、こんな感じで花セレブめっちゃ埋まってます。はい、次に頼んだのはこの池田パンの定期便5回っていうのを頼みました。いきなり定期便頼むのはちなみに皆さんやめてくださいね。さっきも定期便いいよって言って、フルーツとかね良かったりするんですけど、パンとかがこう味とか気になるものっていうのはまず1回の安いやつから頼んでみてください。私はこの池田パン頼んで良かったので定期便5回っていうのを頼みました。私夜ご飯とかなるべく食べないようにしたりとか、割と家にいる時間長いんですよ。で、小腹が減った時に買いに行ったりするとどんどんお金かかっちゃうので、いつもよりお腹が減るなっていう時はこういったパンを食べるようにしてるとすごい楽なんですよ。単純に健康にはパン良くないとかっていうのがあるんですけど、これあるとね楽なんで買っています。これ何が良くて買ってるかっていうと、このパネトーネダネっていうのがすごく保存期間が長くて、保存料使ってるわけじゃないんですよ。でも結構長持ちするんですよね。賞味期限が45日間あるんですよ。で、常温で保存できるパン冷凍庫に入れとかなくていいので、これを頼んでます。いくつかこういう長期保存のパン頼んで、これが一番安い、1個あたりの値段が安いのでこれにしました。味のこだわりはまあそんなにはないですね。でもパン頼むんだったら家にトースター買いたいなってちょっと最近考えてきました。なんで今後検討するかもしれないですが、まあパンはねこういう長期保存が効くものがあるので、まあ、味こだわりない人は結構おすすめです。で、あとはですね、ジャスミンがねいるので、犬のおやつねおすすめなんですよ。犬のおやつは結構ふるさと納税で種類があります。で、犬のおやつも同じやつが大量に来ると犬もね飽きちゃうから、私これ頼んだのがおやつの種類が多いやつですね。これは鹿児島県の犬のおやつで14種類入っていて、全部違うやつが入ってるんですね。だから犬が飽きなくていいなっていうので買いました。牛のお肉とか鶏、豚、あとなんだろう、なんかあるんですよ、いろいろ。まあで、部位もいろいろあるから、ワンちゃん飼ってる方ね結構好き嫌いあったり飽きちゃったりするので、これすごくいいなと思いました。これもまあ保存期限とかね見といた方がいいですね。結構物によって違うので、これの場合は常温で100日っていう風になっていますので、常温で保存したい方にもなんか期間が長くていいかなと思います。まあ、他にも犬のペットフードとかこういったおやつとかはたくさん売ってます。ペットフードの場合は量も多いから食べないっていう可能性もあるので私は買ってないです。ただこういったおやつっていうのは大体何あげてもおやつめっちゃ喜ぶじゃないですか。なのですごくふるさと納税使い勝手いいなという風に思っています。あとはですね、これは昔頼んだやつなんですけど、トイレットペーパーですね、5倍巻きっていうのを以前頼みました。32ロール来るのかな、めちゃめちゃ来るんですよね。1ロールが5倍巻きになってるんでぎゅうぎゅうになってます。で、使うとペラペラのシングルなんですけど、私は別にね捨てるものだからこだわりがないので、このぎゅうぎゅうのトイレットペーパーを使っています。32ロールだから、なんか一人暮らしだと、女性だと1ロール1ヶ月持たないかなぐらいな感じで、男性だと持つと思います。なんで32ヶ月分もう2年以上あるじゃんみたいな感じにはなってますので、そうなのでまだ家に12ロール以上、1年分以上あるので買い足しはしてないんですけど、以前これを買いました。まあ32ロールだったらそんなに場所は取らない。正直トイレットペーパーの方がティッシュペーパー30個よりは場所取らないので、まあ、これ結構ねおすすめですね。うちの実家でも結局このトイレットペーパーが一番コスパいいって
ってなってなんかリピートしてましたね。家族が多い人なんかはね、本当おすすめですよね。ただトイレットペーパーにこだわりがある人っていうのはおすすめできないですね。ふわふわなのがいいとか、模様がついてるの、匂いがいいやつがいいとかだったら合わないので、そういう人じゃない何でもいいですって人向けにおすすめです。あとこれ買ったなんか視聴者さんが結構ポロポロこぼれてくるって言ってて、私はそれ全然なかったからわかんないんですけど、実家のやつは確かに多少あるなと思って、結構その生産時期によっても違うのかもしれないですね。私が頼んだ時は割と余裕がある時だったんですけど、多分その後コロナで生産が追いつかないとかあったのかもしれないです。そういう感じでちょっとね、ムラがあるので気をつけた方がいいかもです。で、あとはもうこれ犬飼ってる人向けになっちゃうんですけど、このデオドラントシートですね、あの犬のトイレシート、これめっちゃおすすめです。で、これもずっと何年も使ってるんですけど、犬のトイレでこう匂いが全然しないし、すごい吸収力なんですよ。これ一回使ったらやめられない。で、これワイドサイズと普通のサイズとかあるんですけど、うちの場合はワイドサイズの方が楽なのでそれを使っています。で、こういったペット用品で大量に使うものっていうのもふるさと納税で頼めるからすごく便利だなと思います。で、これ1個頼むと4つ大きいのが来るんですけど、1ヶ月で1個ぐらい使っちゃうので、人間のトイレよりもですね、すごい使う。なのでこれはもう年に何回かどんどん継ぎ足し継ぎ足しで、年に3回あれば1年足りるんで頼んでいます。次はこちらで、これも犬のおやつですね。これ去年頼んだやつですね。犬のおやつでボリュームが結構多いやつの魚味のやつを探してたんですよね。で、こちらが一番コスパがいいなと思って買いました。タチウオのジャーキーですね。このタチウオのジャーキー、ジャスミンね、大好きです。もうあのお留守番の時、これがもらえるんだったらいくらでもお留守番しますみたいな、早く行ってくださいみたいな感じですね。で、ジャスミンはすごい魚が好きなんですよ。なのでこのタチウオのジャーキーめっちゃハマってますね。で、これかなり匂いがねすごいするんで、自分がいる時だと結構気になっちゃいますけど、あの犬にとってもね、これがたまんなく美味しそうな匂いなんでね、いいんだと思います。結構大きいので、こう自分でね割って入れたりして調整しています。魚が好きなワンちゃんいる方だったらすごくいいと思いますね。で、あとはプロテインですね。プロテインは毎年頼んでて、このふるさと納税で頼んだのはアルプロテインですね。ホエイプロテインのやつが、来ました。プロテインってかなりね消耗品なんで、毎日毎日飲むとどんどんなくなるから、ある程度この量が来ても困らないし、場所も取らないので、運動とかよくする方には非常におすすめかなと思います。ただこれもまあ保存期間とかあるので、賞味期限とか味の好き嫌いとかがある人はその点すごく注意しながら頼んだ方がいいかなと思います。そして次は缶詰ですね。一人暮らしで冷蔵庫とかがなくて、たまにしかご飯ね家で食べないよって方は缶詰非常にいいですよね。で、今まではサバの缶詰とかを買ってたんですよ。でもね、結構味が飽きてきちゃったんで、なんかもうちょっといい缶詰ないかなと思って見つけたのが、このオイル缶の缶詰ですね。これはオイルが結構たっぷりな中に、さらに種類が多くてですね、サバのオイル漬け、オイルサーディン、サバの最強漬け、粒貝アヒージョとか、これ4つ種類があるんですよね。こんな風になんかサバ以外のやつもいろいろ入ってますよっていうのが珍しいです。で、あと以前はお肉の缶詰も頼んだんですけど、肉はあんまり美味しくなかったんで、結局こういう魚に落ち着いてます。で、これめっちゃ美味しくて、多分すごい人気あるんですよね。だいたい売り切れてます。だからこれ買いたい時に買えないこと結構多くて、今紹介してても売り切れてるんですけど、これすごくね美味しくておすすめです。特に私は粒貝のアヒージョが好きです。多分家で料理する人とかだったら、これをフライパンとかで温めたりしてもかなり美味しくなるかなと思います。パンとかともね相性がいいですね、アヒージョなんで。このオイルサーディンもねすごく美味しくて私好きですね。イワシが中にぎっしり入っています。で、この缶詰本当にね美味しいんでおすすめです。で、安いです。しかも缶詰も結構値段ピンキリで違うんですけど、まあ、比較的安いのでいいかなっていう感じです。あとはですね、昔頼んだやつでこのコモパンのパンを頼みました。これもさっきの池田パンと一緒で、長期保存できるパネトーネダネを使ってるやつですね。で、これは製造から60日間、まあ、さっきのやつもね同じような感じですけど、長期保存できます。で、こっちの方が種類がチョコ、メープル、ワッフルとかもね入ってたりして、種類的に多いし、味もこっちの方が美味しいっていう感じですね。でもですね、まあ私安い方で、あんまりねその味の違いどっちでもいいかなと思って安い方にしちゃいました。美味しいパンで長持ちするやつがいいよっていう方は、このコモパンめっちゃ美味しいからねおすすめです。しかもね結構デザインも可愛くて、なんか見てるだけでもお幸せになれる、めちゃくちゃね種類が入ってるんで、今日は何かなみたいな、こうガチャみたいな感じで、ああんこかみたいな、あカスタードかみたいな、結構これ楽しいと思うんですよね。なのでパンをですね家に常備保存しておきたい人にとってはすごくおすすめです。ちょっと値段はさっきのに比べると高いです。まあでも最初に買うんだったらこっちの方がいいかなと思いますね。という感じで、この辺が私が高校3年ぐらいでふるさと納税で買っていて、まあ良かったなっていうもの、リピートまたしたいなってものとか、今年買ったよっていうものでした。結構細かくね数が多いですね。まあふるさと納税はね、そのやる人によって限度額も違うので、こんなにたくさん頼む年収がないよとか、
家族でね控除があったり住宅ローンがあるとその分ねふるさと納税できる額も下がるのでそういったところも影響するかなとは思います。私の場合はまあサラリーマンで年収が結構高めなのでふるさと納税がたくさんできる。でそういう人にとってはふるさと納税ってすごくお得な制度にはなっています。なのでぜひたくさん稼いでるよって方はふるさと納税忘れずにやってもらえると税金分をこうやって物品でですね実物支給で取り戻す節税するっていうのに近いことができるのでおすすめです。いかがでしたでしょうか。こんな感じでですね日用品とか食べ物とかたくさんねあっても困らないものとかっていうのはふるさと納税で頼むといいかなと思います。普通の人はですねやっぱお肉とかシャインマスカットとか頼むんですけど、まあ、私みたいに冷蔵庫がないミニマリストはちょっとね頼んでるものが長期保存パンだったりとか特殊なものが多かったんじゃないでしょうか。でも一人暮らしだとやっぱ料理とか頼んでも冷蔵庫パンパン冷凍庫パンパンで食べきれなかったりしてそれでふるさと納税やめちゃう人も多いので、まあ、こういう使い方もあるんだなっていう風に参考にしていただければ嬉しいです。他にも結構頼んでよかったよっていうものがあればぜひコメント欄で教えていただけると他の方の参考になるので嬉しいです。最後にお知らせです。私普段投資について発信してるんですが楽天証券を使っています。楽天証券非常におすすめなので紹介しておきます。おすすめポイント一つ目としては月5万円まで 1% のポイントバックがつきます。これで5万円投資すれば毎月500円ゲットできます。二つ目はハッピープラグラムで持っている投資信託の資産に応じて毎月ポイントがもらえます。三つ目は毎月ポイントを含めた500円以上の投資で SPU がプラス1倍つきます。 SPU っていうのは楽天市場でお買い物をする際のポイントバックです。楽天経済圏に住んでいる方はこれでポイントが増えて非常にお得ですよね。四つ目は楽天ポイントでも投資ができるという点です。普段楽天市場を使ってポイントを貯めている方には非常に嬉しいですよね。このようにいい点がいっぱいありますのでまだ楽天証券開設してないよっていう方は概要欄に URL を載せておきますのでぜひそちらから開設してください。もう一つ私以前月5万円稼ぐ方法や確実に稼げるポイントサイトという動画を出させていただきました。こちら非常に好評ですでに5万円以上稼げたよっていう方や1万円稼げたよっていう方など報告をいただけました。副業や転職投資をするのは結構ハードルが高いけどポイ活だったらできるかなっていう方はぜひポイントサイトを活用していただければと思います。概要欄に紹介コード付きの URL を貼っております。こちらから始めていただければモッピーの場合ですと翌々月までに5000円分のポイントをゲットしていただくと追加で2000円分のポイントをゲットすることができます。ハピタスも紹介ポイントをもらうことができますのでぜひこちらの紹介コードから始めてください。紹介コードから始めないとお得なポイントはゲットできないので注意してください。本日の動画は以上になります。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。またツイッターやブログもやっていますので概要欄からフォローしてください。また私が普段使っているものをよく聞かれるんですけど私が普段使っているものやミニマリストのお宅に行っていいなと思ったものは私の楽天ルームに表示しておりますので概要欄に楽天ルームの URL も貼っておきますので私が動画の中で紹介して気になったものがあればそちらから購入していただければと思います。それではバイバーイ。